はい、ここが、モササウルスの発見現場です。発見された時はこの辺りから見つかっています。この化石は今も見えていて、ここに一つ岩盤に見えた骨が見えた状態になっています。あと分かりにくいですが、ここにも見えています。大体の骨の並び方を復元すると、おおむねこの方向に見えますので、で頭が前、私が指差している方向に向かっています。こっちが前でこちらが後ろになっていますから、この方向、この岩盤の向こうに、骨の続きが埋まっているのではないかと、考えています。今まで隠れていた岩盤が、豆の前に見えています。化石が入って今のところ確認できているのが、まで移転の下40センチほどのところに化石があります。で、ここに平たい面がありますけども、それはその当時の地層の、堆積面、です。この面と平行に泥とか砂が溜まってたんですね。なので、この面の下40センチほどのところに化石があるので、骨の化石の続きもこの面の下に連なっているものと、考えています。なのでこれから、この岩盤を割って、骨を探していきます。こちらの面に今モササウルスの骨の化石が、たくさん見えてきています。実はここにも大きな石があって骨がついたので、それはもう取り除いています。ここから、背骨の、椎骨、椎骨が2つつながった状態であったんですが、その続きはまだすごいつながっていまして、おそらくここで7つほど椎骨がつながった状態で骨の化石が出ています。でこの辺りにポコンポコンと丸くなって見えている部分がありますが、これはおそらく、骨の化石の表面に、ちょっと石灰質かなんかが沈着して、見るとそういうものがこの無数にありますので、この辺りは全部骨の化石、ではないかと思われます。当初、骨の化石が見つかって、たのはこの辺りのポイントで、その時の背骨の動きはこっち方向だったんですけども、ここからの骨の列はおおむねこっち方向
に変わっていますので、骨の化石はあとこの下をずっと、この面に沿って並んでいるのであるかと、思われます。で、あの骨の化石が非常に脆い、周りの石が硬い割には非常に脆いので、出た時手でつまんでもボロボロと崩れるような状態になってしまっていますので、今やっていたのは、こういう風にして、あの、まあ、アロンアルファだな、瞬間接着剤で、骨の化石を、あの、補強する、畳めるという作業をしております。で、なんか番号がいっぱい振っているんですけども、これはその石と石の断面が、まあ、どことどこがつながるかっていうのは後で分かるように通し番号をずっとつけていっています。今は、すでにたくさんの石を取り除いていますが、それぞれの断面に番号をつけていて、今128番まで、番号を打っています。もっとたくさん多分番号増えるんじゃないかと思います。で、なるべく大きく取り除きたいので、まあ、この後ろには骨の化石は多分なさそうなので、この後ろの石を取り除いてから、なるべく大きな塊で、まあ、石を取り除こうと考えているところです。